アルトサクソフォーンと11の楽器のための室内小競争曲はジャック・イベールが1935年に完成したアルトサクソフォーンのための室内競争曲。演奏時間はおよそ12分。1933年にフランスのストラスブールで開催された現代音楽祭に本作の検定先となったドイツ生まれのサクソフォーン奏者シーグルト・ラッシャーが出演した際、 その演奏に感銘を受けたソプラノ歌手、マリー・フロイントが、ラッシャーのための作品を作曲するよう、イベールに依頼したのが作曲の契機となっている。イベールは、サクソフォーンのための曲を作るのは、これが初めてであったため、作曲にあたって、マルセル・ミュールに助言を乞い、思想を依頼している。曲は1935年に完成し、当初の予定通り、ラッシャーに検定された。ラッシャーは、 本作の1年間の独占演奏契約を結んだが、それにもかかわらず、イベールは曲の誕生に大いに力のあったミュールが演奏することを望み、ラッシャーによる公的初演に先駆けて、ミュールによる放送初演が行われた。ミュールによる放送初演は1935年5月2日、フランス放送局にて、ラッシャーによる公的初演は同年12月11日、 スイスのビンタートゥールにて、独奏アルトサクソフォーン、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、バイオリンに、ビオラ、チェロ、コントラバスに楽章を構成。ソナタ形式、4分の2秒子。短い助奏の後、サクソフォーンが、生き生きとした第一主題を奏し、トゥッティの後、ファゴットと弦に支えられて、サクソフォーンが伸びやかな第二主題を歌い徐々に、 高揚する。一旦静かになった後、展開部となり、第一主題のみが再現されて終わる。助走を伴う、ロンド形式。助走は4分の3拍子。サクソフォーンが独白のように、無伴奏で語り、弦が入ってから、穏やかな主題を奏する。表紙が4分の2拍子に変わり、活発な無休動風のロンド主題が、弦、サクソフォーンの順に登場する。続いて、 サクソフォーンで、基礎曲風の副主題が奏される。二つの主題が発展した後、カデン主題再現の順に進み、軽微容に締めくくる。ありがとうございます。